理由でお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾロップでどうしようかなはい、わかりました。お、決まった。じゃあ、お風呂にする、うん、ご飯にする、うん、それとも、うん、チューする。おー、ああそっちか。私じゃなくてチューするなんですね。チューなんだ。かわいい。そっか、俺何言ってんだろマジでじゃあせっかくですから、はいはい、ヘッドホン装着してもらって、はい、どっちこれはね、いい気持ちのまま終わらせないよ。 全部ささやきで言ってください。もうこれはね、あえてかなちゃんからやってもらいましょう。わかりました。その余韻俺が消してやっからそういうゲームじゃねえと思うんだけどなお俺もつけよ俺もあった。俺もつけよ。俺もあった。全員分あんの何これ。ラミーヘッド久しぶりだな。あ、使ったことはあるんだ。あります、あります。おなんかね、うん、どうしよう。下野さん聞こえてます本当によく聞こえるね。よくや、マジでいいですか、うん、はい、はい、お願いします。後ろからねえねえ、ご飯にする？お風呂にする？それとも、チューする？バカじゃねえのもうこの企画考えてるバカじゃねえの。あのね、これで終わらした方が幸せだないや、やってくださいよ。いや、あのね、今ね、便乗してヘッドホンつけたけど、下野くんありがとう素晴らしい。本当ですか？素晴らしいワード、うん、これですね。じゃあちょっとね、新内登場やってみましょうか。でかい声じゃないよ。いや、もちろんもちろん、あのこれリアルに鼓膜に来るもんねそれはそれで。ちょっとうわ貴重。カメラ位置をあえて無視して正面から行きましょう、はい、いいですか？行きましょう。おかえり。ご飯にする？お風呂にする？それともチューする？恥ずかしいねこれは恥ずかしいね。稲田さん良かったですよ。いやちょっと、いや、あのね、普通ときて最後のチューするだけブレシーな感じがいい俺何言ってんだろうな。しかもちょっとね、唇に近づけるなんだろう今。俺の脳みそどうなってるかな今今どんな気持ちなんだろうこれ。どういう気持ちで今結構脳に近いところに響くからね。いやー、これちょっとね、我々の真のヒロインとして選んでもらいましょう。いやどっちですか。なんで悩んでんだろうなんで悩んでんだろう。どっちですか。これヒロインに選ばれたら何かあるんですか。これね、なんとね、商品があるらしいですよ商品あるんですね、うん、しかもね、多分我々が目にしたことないものを用意してもらってます。あら、これ もうガチで僕は興味があります。勝ちたいです。なんだろう。さあ、もう本当忖度なしで選んでください。忖度なしでね、うん、さあ、いや、マジでね、ちょっと悩みましたよ、うん、ちょっと悩みましたけど、うん、では、下野さんの選ぶ真のヒロインはどちらですか。こっち。あのね、僕もヘッドホンつけて聞いたけど、そりゃそうだ素晴らしかったもん。やった、ありがとうございます。よかったんですよ、稲田さんの方も。いや、なんかすごい、うん、俺の中の何かが生まれそうな、マジか、何かが誕生しそうな気持ちに若干なりました。あのバナナのちょっと臭い匂いあるじゃないですか、うん、それがこう一切ない、なんかこうフレッシュなレモンすら感じる匂いがする
え、バナナなんだよね。バナナです。バナナなんだよね。これまあ、じゃあ後でね、もう我々のこと気にせず、召し上がってください。え、でも3本ある。あ、え、私の言うこと何でも聞きますか。え急にどうしたの。どうしたの。ごめんごめん、急にどうしたの。3本あるんですよ。私の言うこと聞きますか。これ、きびだんごみたいに渡した。あのね、正直何でも聞いちゃう勢いよ。いや、食べたいですもんね。まあ、いや、聞きますよ、じゃあ、うん、本当に何でも聞くよ。あ、じゃあこれからもよろしくお願いします。それでいいの。それ全然いいよ。なんだよそれ。ずっと今何言われるのかと思って逆にドキドキした、ね、ダミヘッドに何言わされるのかと思ったよね。びっくりしましたよ。いやいいです。いや、それはもうこちらこそよろしくお願いします。まあでもまずはね、かなちゃんこれね、召し上がってください。はい、最高級バナナ。すごい、おめでとうございます。ということで、以上、新ヒロインはどっちなんだバトルのお時間でした。